このタイトルは、オーディオブック用に、AI 生成された合成音声で朗読されています。性格は、生まれる前にほぼ遺伝で決まっていると言われていた。生まれ育った環境に左右されるのは、数パーセントにしか過ぎないと、であるなら、ネガティブ思考な性格の人は、ポジティブな人格にはなれないのか。脳科学者のエレーヌ・フォックス氏は言う、性格を変えることは可能だけど、すぐに変われる特効薬はない。自分にできることに焦点を合わせ、コツコツと努力を重ねることが大事である、と。 近年の研究では、周りの環境も、遺伝子に影響を及ぼしていることが分かっている。この環境というものを、自分で変えてしまうのも、一つの手だ。思い切って引っ越ししてしまうなり、転職してしまうなり、学校や会社という社会の人間関係によって、人は大きく影響を受ける。この周りの人間を変えることはできないが、自分を変えることは可能である。ネガティブ思考な人は、行動を起こすよりも、答えの出ないことを考えてばかりで、できない理由を見つけてはでも、私にはだから無理だ。 と否定的。会話をでもだってや、だからと言い訳をつけ、否定で返す人に、良縁も幸運も訪れない。会話を否定で返してくる人とは、話をしたくなくなるからだ。引き寄せるどころか、離れていく。ポジティブ思考な人は、答えのでないことは考えない。実際にできるかわからなくても、とりあえずやってみようと、すぐに行動する。行動を取らずして、頭の中だけで、答えを出さないのだ。 コツコツと努力を重ねるとはひたすら考えることではなくて行動に移してそれを習慣化させることであるエレーフォックス氏も言う通り人にはできることとできないことがある能力は人それぞれなのだから自分にできることに焦点を合わせこれが大事であるいきなり無理なダイエットが続かないのと同じそして結果はすぐには出ない自分にできることをコツコツと努力は重ねていくことで初めて結果は出るのだ一すべては思い込み ネガティブな性格であることが悪いわけではない。それも個性だ。それを本人がありのまま受け入れていて、そんな自分が大好きだと言えるなら、性格を変えようとしなくてもいいのだ。ただ、ネガティブ思考な人の多くが、そんな自分が大嫌いだという、自尊心や自己肯定感が低く、ありのままの自分を無条件で受け入れられないから、自分に自信も持てない。 ポジティブな人は自分に自信があるから前向きで、自信さえ持てればきっと自分もポジティブになれる。だけど私なんてと頭の中だけで答えを出してしまう。それは勝手が思い込み、思考ってのは癖である。ネガティブ思考もポジティブ思考も考え方の癖であり、身についてしまっているからなかなか変えられない。癖を変えるにはひたすら身についた癖を正すしかなく、それは毎日習慣化させなければ身につかない。 なりたい職業につけず、生活のために、コンビニでバイトする、アラフォー男性、本当を剥がしたいのに。とやりたくない仕事をするのは億劫だ。だけど、やりたくもない仕事だってしないと、生活はできない。生活のためだから、やりたくないことを仕方なくやっているという意識では、いつまで経ってもなりたい職業にはつけない。 本当にやりたいことを目標にしたとき、今やりたくない仕事をしているのは、生活のためだからという言い訳はいらない。いやいややってることは楽しくない。だからますます億っになるし、やりたくない仕事を仕方なくやってる今の自分も好きになれない。コンビニのバイトは、通過点だか、一つの試練、一つ一つクリアしていけば、必ず目標のやりたいことができるようになる。という意識を持つこと、バイト含めてやりたいことにしてしまう。つまり、今コンビニでバイトしてるのもやりたいことなんだ。 俺は、コンビニで働きたいんだ。思い込みです。すり込みです。洗脳です。生活のためだからと、いやいややってることすらも、やりたいことだからやってる、と思い込ませ。今、俺はこれがしたい、と書くなり、言葉に出して唱えるなりして、自分を自分で洗脳していく。世の中は、楽しい仕事ばかりじゃない。みんながみんな、好きな仕事だけをして生きているわけじゃない。自分だけが恵まれず、 辛い仕事をしているわけじゃないと頭の中では分かっているはずだ。ポジティブな人はつまらない仕事でも楽しみを見つけるのがうまいもの。単調な作業でも自分の中でこの作業を5分以内で終わらせればクリア。ご褒美だ。なんてゲームにしたり。 ネガティブ思考な人は、自分のやりたいこと以外はつまらない仕事だと、自分で決めつけてしまっているが、教訓一仕事は、自分で楽しくするものである。お金がたくさんあってこそ、幸せと感じる人、綺麗な空を見るだけで、幸せと感じる人、人それぞれ違うのだから、人生を楽しく幸せにするのも、自分次第でどう思い込むか、である、にできるおはできないではなく、やるかおはやらないか、前書きで自分にできることに焦点を合わせるといった、できないこともあるのだから、 だが、ネガティブ思考な人のできないってのは、よくよく聞いてみると、そもそもやったことすらない。頭の中だけで考えて、私には無理だと決めつけている。自分で勝手に思い込み、決めつけてしまったことに、縛られているだけである。よく言われているのは、ネガティブ思考の人は、物事を自分で難しく、考えすぎで、答えが見つからないことを、いつまで経ってもくよくよと考えている。ポジティブ思考な人は、物事をシンプルに捉える。これは、物事を深く考えているかどうかではない。 例えば、目標を立てた時、できるおはできない問題を頭で考えるのではなく、できないかもしれないけど、やってみなきゃわからない。と、行動を先に起こす。できないかもしれないことは、頭で考えるのではなくて、実際にやってみる。結果できなかったことは、なぜできなかったか、次はどうすればよいのか、まずやってみてこそ前に進む。 やってみたらできるかもしれないと、前向きになれないネガティブ思考な人は、できないかもしれないことを考えすぎだ。やったこともないことに、失敗を恐れても、取り越し苦労だ。ポジティブ思考は至ってシンプル。教訓にネガティブ思考な人はまず、できるをはできないを、頭の中だけで考えるが、ポジティブ思考な人は、やるかをはやらないか、行動だけである。 三完璧主義がストレスを生む。自分のことが嫌い変わりたいという、ネガティブ思考な女の子に相談された時、まず、ノートにポジティブなことを書き続けて、ごらんと筆者は進めた。ポジティブなことが、そもそもわからなかったりするので、なりたい自分という目標を書いてごらんと、で、帰ってきた言葉は、ノートがない自分の字も、汚いから嫌い、見たくない、と彼女は言った。自分だけが見るノートに書いた文字は、綺麗なものでなくても良いし、自分の字が汚い嫌いってのは、 それこそ思い込みで、今の自分を受け入れられないから、字にも嫌悪感を抱く。自分が思い描く、完璧な自分しか受け入れようとしないから、字が綺麗か汚いかにこだわっているが、大事なのはそこじゃない。書くという行動を起こすことに、意味があるのだ。大きな目標を立てたところで、人間すぐに変われるもんではない。小さな目標をたくさん立て、それを一つ一つクリアしていくことで、大きな目標に達すると説明して、まずはノートを買うという目標ね、明日にでも買いに行っておいでと言ってわかりました。 と返答が来たのに、数日経っても買っていない。24時間空いてるコンビニにも、ノートは安く売っているのに、まず、ノートを買うという目標が、そんなにハードルが高いことだろうか。できないことだろうか。結局、いつまで経っても買われない人ってのは、わかりました。と口では言いながらも、些細な行動にすら、移さない人なのである。それは、何にもわかっていない。笑い、数日経って、やっとノートを買ったが、3日坊主だったその彼女。 頭の中がぐちゃぐちゃまとまらなくて、何をどう書いたらいいのかわからなくて、頭の中がすっきりまとまってたら、そもそもノートに書く意味などないのだ。ぐちゃぐちゃした頭の中を整理するために書くのであって、綺麗な字で、綺麗に過剰書きにまとめなければならないルールなどない。最初から厳しいルールを作って、それにこだわってるのは自分だ。まとまらないネガティブな感情でも、ひとまず書き起こして、それを整理していく。否定的な言葉は、肯定的な言葉に直していくのだ。 ポジティブなことを書くという行動を習慣化させ潜在意識に植え付けていくことが目的なのに書く前に何をどういう風に書いたらいいのかにこだわって頭で考えている人は最初から完璧な自分を頭の中だけで目指していてすぐ思った通りにできないと結果できないと決めつけている完璧な人間などいないと頭では分かっているつもりながら自分が理想とする人間でないと許せないのだだからノートも書く前から綺麗にまとめようとする ピッカピカのランドセルを背負い出した小学1年生が、授業のノートをいきなり綺麗な字で、誰が見てもわかりやすいほどに、綺麗にまとめて書けるだろうか。毎日学校で授業を習っていくうちに、だんだん綺麗な字になって、だんだん綺麗にまとめられるようになるのだから、最初はぐちゃぐちゃでもいいのだ。ネガティブな自分が嫌いだと言いながら、嘆いてるだけで変われない人ってのは、ひたすら不の感情を頭で抱えたままにするから、何も解決しないどころか、ストレスは溜まっていく一方なのである。 教訓さん完璧主義にこだわると、自分でストレスを生み出し、自分で自分の首を絞めることになる。完璧を目指すのではなく、まず小さな目標を一つ一つクリアしていこう。四女子会が好きな女性たちが陥る罠、女性に多いのだが、相談と言いながら、ただ単に自分の気持ちを理解してほしい。共感されたい欲求、筆者が彼女の相談に対してアドバイスしたところで、なるほど。わかりました。やってみます。 なんて言いながら、後日聞いてみると、何一つやっていない。それは分かっていないのと同じ。めちゃめちゃ頭で考えている癖して、本当の意味で理解していないのだ。できないわけでもなく、ただやってない。そして、また同じように嘆く日がやってくる。その繰り返し、会話しながら、この5人の話、全然聞いてないんだよな。自分の話聞いてほしいだけなんだよな。と感じることが、多々ある。本人は、そのつもりが全くなく、変わりたいんです。と、毎回真剣に言う。 聞いてほしいという自分の欲求にすら、まず気づいていないのだ。必ず返すのは、些細なことでも、行動に移さなきゃ、何も変わらないよだ。その度にそうですよね。頑張ります。と返事は来るが、一ヶ月も経てば、また同じような相談という名目の、同じ悩み話をしてくる。私も、毎回毎回同じことを言い飽きたので、付け加えるようになったのは、私に話を聞いてもらってるうちは、何も変わらないよ。 女性同士が女子会と称しておしゃべりしているのをよく見かけるが、友達の近況はに興味があるわけでも、悩み相談で答えが欲しいわけでもない。おしゃべりし合って共感し合いたいだけこれで女性はストレス発散になってしまい、結果何も解決していない。だからまた同じような問題に悩み始める。自分の話をちゃんと聞いてくれる人ってのは案外いないもので、女性同士だってあんなにおしゃべりし合ってるのに、実はちゃんと聞いていない。 自分のことは、ちゃっかり話をしてすっきりしといて、他人の話になると、実は聞き流している。本人にその意識はなくても、聞いてくれる人がいるから、というより、おしゃべりできる相手がいるから、問題解決したような気になっている。おしゃべり相手がいるうちは、些細なストレスは発散できても、根本的な解決はしないと思った方が良い。その場しのぎで、結局、また同じ問題にぶち当たるのだ。変わりたいのではなく、ストレス発散したいだけなら、それでも良いのだろう。 ネガティブな自分が嫌い変わりたいと言いながら、他人を利用するのは、今日でおやめなさいな。本人に利用してる意識は全くないのだろうが、ぐちぐち自分の話ばっかりされる相手の身にもなってみなさいな。それって、自分本意すぎるでしょ。愚痴や文句言ったらダメなんですかと、彼女は聞いてきた。ダメとか良いじゃなくて、何も解決しないのだ。解決させたいんじゃないのか。話を聞いてもらいたいだけなら、他を渡ってくれ。ただし、ちゃんと話を聞いてくれる人など、そうそういるもんじゃないぞ。 教訓4のしの喋り相手がいるうちは、何の解決もしない、ネガティブな自分を変えたいという問題を解決させたいのならば、受け取ったアドバイスは、まずやってみること。必ず行動に移すこと。でなければ、話を聞いてもらった相手に失礼です。ご自分を信じること。話を散々聞いてもらって、結局やらないのならば、続ける努力を怠るのならば、他人の出したアドバイスというヒントよりも、自分の見つけ出した答えを信じるしかない。 自分で答えを頭の中で探してるんですが、見つからないから聞いてるんです。だってそれは、できない理由ばっかりを見つけているからではないかそれは言い訳なのだね。自分でできる方法を探り、まずやってみよう。と動くこと、ノートも買いに行けないならさ、ネットでポジティブに生まれ変わる方法を検索しまくってみたら、その行動くらいは起こさないと、今の記事の頭の中に、答えはないよ。だから聞いてるんです。だと。 君はテストの答えがわからないからって、先生に聞いたまま、その答えを書いて満足かねなるほどと言いながら、本当に理解したと言えるかね変われない人間、成長しない人間ってのは、ずーっと頭で考えるだけで、些細な行動には移さない。本を読んでみたら、といえば、おすすめの本は何ですかと聞いてくる。だけど、それを教えたって、読むという行動には移さない。どうせ読まないなら、なんで聞いたん笑い聞いてばかりで、結局、やらないやん。 聞いてみて、興味湧けば読むつもりだった。そんなとこだろう。そう。結局、興味ないことには手を出さないのが人間。趣味思考は人それぞれ違うのだから、他人に聞いたって無駄。自分が興味が湧くものを自分で探すのだ。本屋に行く前に、興味ないじゃなくて、答えの出ないこと、ぐるぐる考える時間あったら、本屋に行ってみたらいいじゃないか。面白いかどうか、そこにヒントや答えがあるかどうかなんて、読んでみなきゃわからない。 答えがそこになければ、無駄足になるかもしれない。だけど、頭の中だけで、ぐるぐる考える時間も無駄なんだよね。同じ時間の無駄なら、手当たり次第いろんな本を読んでみてもいいじゃない。たくさんの本の中に、ヒントが隠されているかもしれないし、本屋にたどり着く前に見た光景の中に、はっと気づかされることがあるかもしれない。本じゃなくても、映画でも、漫画でも、どこかにヒントはあるかもしれない。家の中で、頭の中フル回転したって出ない答えが。 どっか道端に落ちてるかもよ。そんな調子良いことが起こるわけないと決めつけないで。教訓後答えは自分の足で探しに行って見つけるもの。だからこそ信じられる。6ポジティブ思考とは行動を起こす人のこと。男性に多いのがプライドが高いから誰にも悩みを打ち明けないところ。おしゃべりし合う女性と違って問題は自分の中で解決したい男性は誰かに相談することもなくうちに溜めがち。 一人でひたすらでもない、子でもないと思い悩む。ネガティブ思考だろうが、ポジティブ思考だろうが、悩みという自己問題は、自分で処理しようとするのが、男のプライドであり、男性脳の仕組みである。男なんだから、泣くなしっかりしなさいと感情を抑えつけられるように育てられてきた男性たちは、他者に自分の気持ちを伝えるのが苦手であり、問題は自分で解決しなければ。と、男性脳は働く。筆者は、戸籍も体も心も女ながら、男性脳だ。 誰に相談するでもなく、誰かに聞いて欲しい欲求もなく、問題は自分で解決する。共感得られなくて、結構な女である。誰かに頼ろうとするのではなく、自分で解決しようとする男性脳でも、ネガティブ思考の持ち主は、男性でも女性でも思考回路は同じ。脳の構造は違っても思考癖により、やはり否定的に考え続けるだけで、深刻に悩んでも悩んでも、なぜ、解決しないのかって、いつまで経っても行動には移してないからに他ならない。 ネガティブ思考をポジティブな性格に変える方法は、頭の中の思考だけをポジティブにしようとしたって、無理なのです。習うより慣れろとは、よく言ったもんで、思考癖を変える方法は、行動を習慣化させて、当たり前に身につけるしかない。誰かに教わりなるほどと、頭で理解するだけでは、意味がないのだ。大事なのは考えることではなく、行動から先にやってしまい、毎日やり続けていくと、身につき癖になる。教訓六等の中の考え方を変えようとしても、 ポジティブ思考にはなれない。思考癖を変えるには、行動こそ変えていけば、ポジティブな性格に変わる。七魔法の呪文を唱えよう。どんな努力をコツコツと続ければ、ポジティブな人格になれるのか。考えてもわからないネガティブ思考な方へ。私から一つ提案するのは、アファメーション。自分への宣言という意味がある。幸運を引き寄せる魔法の言葉として、占いでも新月の夜には、ノートにお願い事を書こう。とある。この方法はおまじないとも言われるが、 ただ、運任せに祈ってるだけではない。潜在意識を変える、自己暗示であり、自己洗脳なのだ。ノートになりたい自分を書いていき、毎日それを見たり、書いたことを唱えることで、潜在意識を植え付けていく。潜在意識は、無意識ながら、それに沿って、人間は行動している。不幸を嘆けば嘆くほど、自ら自分を不幸の道へ誘導してしまい、不幸まっしぐら、お先真っ暗、潜在意識を変えるこの方法も、習慣的にやらなければ効果はなく、書いたら終わりではない。 まず書く、そして書いたことを毎日見直すという、意識的に自ら行動を起こさなければならない。自己暗示、自己洗脳といっても、頭の中だけで思考癖を変えるのではなく、習慣化させて体に染み付かせること。そうすれば頑張ることでもなく、それが当たり前になるのだ。アファメーションの書き方、1ノートにボールペンなどの消えないペンで、20個以内の願い事なりたい自分を過剰書きで具体的に書く。3、否定的な文は排除し、 肯定文で、4位私はから書き始め、ご進行形、完了形のです、います、で文章を書く。具体的に書くと言っても、欲張らずに一つの文章は単文に、お金持ちになりたいのであれば、良い例文私は、たくさんのお金が手に入りとても豊かです。ネガティブからポジティブになりたいのなら、良い例文私は、ポジティブな自分が大好きです。悪い例文私は、ポジティブになりたいです。 ですで終わらせているが、なりたいと書くと、今は違うことを無意識にイメージさせてしまう。最初から丁寧に書けなくても、何度書き直してもよい。否定的な言葉を排除し、肯定的な言葉を選び直し、何度も書き直すことは、すでに自己洗脳の第一歩である。魔法の呪文、10個目の文章は、私は、たくさんの人に愛され、願いが叶い、毎日健やかに、心からとても幸せです。8十分で自分を騙すこと、騙されたと感じれば、傷つくだろうという恐怖。 傷つきたくないから、騙されたくない、馬鹿にされたくない、失敗したくない、ってのが人間だけど、気づかぬうちに人間は騙されている。トリックアートなんてものも、目の錯覚から引き起こされたもので、脳が騙されている。 騙されたくないなんて思っても、資格は自分の意思で変えられるもんでもない。潜在意識というものも、根付いた無意識なのだから、アファメーションを書けば、すぐに潜在意識を変えられるわけではない。毎日続けるという行動を起こすことにより、潜在意識はいつの間にか変わっていくのだ。医者からこれは、とっても効く薬ですよと、何の効果もない偽薬を飲まされても、効く薬だと思い込むことにより、実際に体調までも良くなってしまう。 暮ラシーボ効果というが、複雑そうな脳の仕組みは、意外と騙されやすい。思い込みとは時に恐ろしくもあり、副作用があると言われれば、実際にはない副作用も、体に出てしまったりする。故に、洗脳や思い込みは、怖いイメージを持たれがちだが、脳を思い込みにより、簡単に騙せるなら、これをポジティブ思考になる方法として使わない手はない。脳は、主語を認識できないほどに単純。 そんな単純な脳を、ネガティブ思考な人は、自ら複雑化しているだけ、自分ではない誰かの悪口でも、誰のことなのかを理解できないために、自分のことだとも受け取れる。愚痴や文句ばっかり言っていると、無意識に自分のことだ、と受け取った脳は、潜在意識の中で、ますます自分のことを嫌いになっていく。自分で自分を騙してしまうなら、私はポジティブな自分が大好きです。 と騙してしまえばよい。自分を騙すことは、必ずしも自分を偽るということではない。騙されたと思ってとりあえず、アファメーションからやってみようよ。脳は簡単に騙されるのだから、自分で自分をポジティブに騙してみよう。あと書き。かつては、筆者もネガティブ思考で、そんな自分が死にたくなるほど嫌いだった。楽しいことばかりなはずの時期を、どん底の中生きていた。いや、廃人と化してある意味死んでいた。ポジティブになるための努力をした記憶は、実のところない。 一つ言えるのは結論としてどうでもいいやと思ったこと答えの出ないことをいつまでもずーっと考えてもそれは時間の無駄だと気づいたのは何がきっかけだったのか覚えていないただ答えの出ないことは考えるのやめたどうでもいいやと開き直り考えることをやめたのだ何も考えないネガティブに考えてしまいそうになったらお笑い番組でも見てケラケラ笑う現実逃避とも言える悩み事は忘れてしまえ作戦 それを繰り返した結果、いつの間にか、すこぶる元気になり、気づいた時には、すこぶるポジティブ。最近になってやっと、良縁を引き寄せられる自分になった。正直、頑張ったことは何もないのだが、本を読むように勧められてからは、本屋で自分が興味持った本を、とりあえず暇つぶしに読んでみたこと、目からウロコと感じたことは、感想文のように、携帯のメモ欄に書き綴ったこと、自分のことを話すことが苦手だった筆者のおしゃべり相手は、 携帯のメモ欄だったのかもしれない。イライラしたことや、ネガティブなことは、日記のように長文で書いても、書いてスッキリすれば削除し、ポジティブなことだけをメモ欄からコピペして、ブログなどにアップした。誰かに届けと願ったわけではなく、ただの自己満足で、自分に向けてのメッセージ。そのポジティブな言葉たちは、時に他人の心に届くことがあり、筆者がライターになったきっかけにもなった。ブログにアップする際は、誰かに見て欲しい意識がなくても、遂行を重ね、見やすく、読みやすくした。 ただ、なんとなく、自分が納得いくまで書き直し、その繰り返しのおかげで、無意識に潜在意識が変わっていったのだと、今にして思う。コツコツ努力を積み重ねることが大事だけど、頭の中で頑張らなきゃ、頑張らなきゃ変われない、と、繰り返し思い続けること自体は、努力でもなければ、しなきゃいけない、ってのは、苦痛でしかない。ポジティブになるために、どうすればいいのかと思い詰め苦しむくらいなら、毎日毎日考えるのをやめてしまえばよい。思考停止、ネガティブでもいいや、 それが私だし、と開き直って、今のありのままの自分をまず受け入れることが、根本的に大事なことで、ポジティブになる第一歩だと、筆者は思う。